はい、こんにちは。今日はですね、他人からチヤホヤされたいとか認められたいっていう欲求を、どんな風に してですね、続ける力とか物事を成し遂げていく力に持っていったらいいか、そんなお話をしていきたいというふうに思います。どうです、今日皆さんこうやっぱりですね、こう今の世の中ってなかなか人から褒められにくいじゃないですか。何かっていうと、最近そのダウンタウンの松本人志さんが無利子無期限で100万円を後輩芸人に貸すっていうようなこうことを言ったじゃないですか。で、松本さんって別にそれをやったことによって決して褒められたいとかですね、誰かに認められたいとか、もうすでに 誰から見ても褒められるような存在であるし、認められるような存在でもあるにもかかわらず、ああいうような大胆な行為に移ることができるというようなことっていうのは、どう考えても賞賛に値すべきというか、まあ値すべきって僕はなんか上から目線みたいになっちゃいますけど、そういうことではなくて、まあ誰から見てもですね、素晴らしいなって思うようなことじゃないですか。ところが、貸し付けとかっていうんですね、そんな風になんかマイナスなことを言っていく人たちっていうのがいる世の中なので、何をやるにしたってですね、否定とか批判とかってされてしまうのが、まあこの世の中の常になってしまったという、まあ非常に悲しい現実が今待っているわけなんですよね。はい、というような状態の中ででも、やっぱりこう皆さんもですし、私自身もそうなんですけど、人から認められたりとか褒められたりとか、すごいねって言ってやっぱり言われたいと思うんですよ。僕自身なんかは小学生の時に残念ながら、あんまり人から褒められるというよりも、お前そのくらいできて当たり前だよねとかっていうような感じで目で見られたりとか、そういう風に思われてたりとかっていうのは結構大きかったんですよ。だから例えば周りがテストで60点とか70点で平均点をちょっと超えたところで、よく頑張ったねってなってる中で、僕が80点とか90点取ったりとかしても、お前なら100点取らなくちゃいけないだろみたいな空気感が周りに漂うっていう、すごく息苦しい空間で生きてきたわけなんですよ。小学校生とか中学生の時とかなんかですね。はい。というようなことで、だから僕ですね、人以上にですね、なんか自分がこう、なんて言うでしょう、周りから褒められたいなっていう欲求は多分強いだろうなっていうのがあるんですよ。だからついつい自分でこれできるでしょみたいなことを口走って、周りにそれを逆に言わせないっていうような雰囲気を作ってしまうので、そこは反省なんですけど、まあそれはいいとしてですね、やっぱり人って人から認められて、充実感を覚えたりとか、満足感とか幸福度とかっていうのが上がっていく、そんな存在です。で、そんな時にですね、とはいえ、今、周りが、なかなかですね、皆さん自身のことを一生懸命何かいっぱいやってで、何か成果を上げてとかですね、何かを成し遂げてっていう風にしても、なかなか褒めてくれないというような時に、じゃあ、褒められないとモチベーションが下がるんで、なかなかこうやる気が上がりませんっていう、そんな方にですね、どうやったらじゃあそんな状況の中でもモチベーションを上げていくことができるのかって、そんなお話をですね、今日はしていきます。すみません、ちょっと前置きが長くなりましたね。で、結論何かっていうとですね、周りの人から褒められることを諦めてください。って話じゃないですか。俺褒められないのにそれでモチベーション上げるってどうやるんだよみたいな感じですよね。そうなんです。周りの人は褒めてくれません、あなたのことを、残念ながら一切合切ということで、まあもちろんですね、その全く褒められないってわけじゃないですよ。ところがあなたが期待してるほど褒めてくれないっていう残念な現実が待ってると。で、だったらじゃあ誰に向かって一生懸命になればいいのかっていうと、あなたの知らない人たちです。例えば地球の反対側のブラジル人とかですね、日本の裏側のいるブラジル人とか、あなたがこれまで触れ合ったことがないような人たち、あるいはこれからも出会うことはなかろうという、そんな人たちに向かって一生懸命やってみるということなんですよ。例えば、Google とかですね、Facebook とか Amazon とかの、まあ、ジェフ・ベゴスさんとか、Facebook の創出者のザッカーバーグさんでしたね、とかって、僕らは知ってますけど、彼らは僕らのこと知らないじゃないですか、で、そんな風にですね、この今自分がやっていることは誰かの役に出るんだなと、誰かが自分のことを褒めてくれてるんだなと、誰かが、誰かの幸せを自分が、作ってるんだなと、そんな風にですね、思うことの方が大事ですよと。で、そこに対してのフィードバックっていうのは一切ないと。でもあなたがコツコツ勉強してることとか、コツコツ仕事をやってることとか、コツコツ何かに、例えばお金を出したりとかですね、行動してるボランティアっていうことが、何かの役に立ってると。だから例えばですけど、赤い羽募金とかですね、ユニセフとかってあるじゃないですか。で、あれに募金したことある方っていると思うんですけど、それって募金することによって、その募金ありがとうございますって、その場の人たちに言いますけど、本来の対象である子供たちとかですね、その赤い羽募金の対象先っていう人たちからお金くれてありがとうとかっていうお礼ってないじゃないですか。まあ、赤い羽募金だったら赤い羽もらえるかもしれないですけど、でもそれって本来欲しいものとか、そんなんじゃないですか。
っていうことなので、あの本来、まあ、皆さん自身が褒められたいとかチヤホヤされたいって欲求はありつつも、そうは言ってもそれをさらに超えた先に、皆さん自身がこれから触れることで触れることはないであろう、あるいは、見ることも、ないであろう方々に向けて、自分たちは、自分がやっていることっていうのはどんな風に役に立っているのかな、幸せを与えることができているのかなって、そういうところにイメージを馳せてみると、あ、もしかしたら今アフリカで苦しんでいる人たちに今日、与えたお金が、井戸を作るお金とか学校を作るお金とかに充てられて、まあ、日本の誰かありがとうと言っているというかもしれないとかですね、そんな風に考えることができるようになるかっていうのが非常に大事になってきますよ、まあ、そんなお話になります。だから身近な人たちに褒められることは、さっきも結論こうですって言ったのと同じ通りで、周りの人から褒められるのは諦めましょうと、親から褒められるのも、子供から褒められるのも、学校の先生から褒められるのも、友達から褒められるのも、会社の上司や先輩から褒められるのも、全てないものです、ないものと諦めてしまって、ただし自分がやっている仕事をですね、例えば私なんかはとあるシステムを売っているんですが、とあるシステムを売ることによって、そこに所属している当然その窓口の人から感謝言われるかもしれないですけど、 それ以外の社員の人たちっていうのは全然触れることはないですよね。だから触れることはないんですけど、その人たちが、あ、このシステムを入れてよかったなと、そのどこどこ会社の、システムを入れることによって今の、あの生産性が上がったりとかして、すごく良かったなと、そんな風にですね思ってもらえるような、仕事ぶりを、どんどんしていこうと。そのためにはやっぱり、いろんな会社さんを、とにかく足稼いで、回りまくってとかですね、まあ、ちょっと昔前の言い方みたいな感じになってますけど、まあ、そういう意味ではなくてですね、いろんな会社さんに行って、 できる限り自分のところの会社のものを入れていただいてと、で、お役に立てるようにフォローしっかりとやってというようなところで、別に社の担当者、窓口担当者の人から感謝されたとかそういうものではなくて、それを入れることによってその会社の業績が上がったりとか、あるいは働いている人たちの生産性が上がって、早く帰ってプライベートを充実させられたりとか、そういうところに思いを馳せてやれるように、まあ、そんなですね、あの働き方をですね、今心がけてやっているそんな状態であります。で、ましてやですね、あの僕の YouTube って別に誰かその身近な人が見てくれてるとかってそういうものではなくて、特に YouTuber の方々なんかっていうのは、むしろ批判、誹謗中傷を浴びることの方が多い環境ですよね。そんな中でもやっぱり誰々さんの YouTube を見たからすごく元気になりましたとか、僕はですね、最終兵器俺たちっていうですね、あの木尾康介、藤井平っていうその4人組がやってる YouTube がすごく大好きでですね、あのその人たちなんかは当然、その方々は僕のことなんか絶対知らないですけど、元気をもらったりとかですね、こんな、まあ、いい意味で若騒ぎして楽しんでる姿っていうのはやっぱ自分はなかなかできない人間ですから、そういうのを見せてもらって、こう元気をもらうっていうのはすごくいいなとか思ったりとかですね、まあ、そんな状態でやってますから、で彼らは別に僕に褒められたいからとか認められたいからとかっていうそんな感じでやってないじゃないですか。だから自分たちがまあ何かこういう動画を出すことによって誰かが元気づけられたらいいな、まあ、そんな感覚なんじゃないですかねっていうようなところなので、身近な人になんかこういろいろとフィードバックをプラスのフィードバックをもらうということも一切あがさ諦めましょうと、そんなことをしても他人から褒められることもなければ認められることも一切ないですよと。一方で皆さんが一生懸命やってたら認めてくれる人は認めてくれますよ、いつかそれが何かしらの形で返ってくる瞬間あるかもしれない、まあ、それを待ってたんじゃないですかね。それをもらいに行ってダメなんですよ、待つんですよ、待つ、これが大事だと個人的には思いますということでですね、まあ、何度も繰り返しないと申し訳ないんですけど、身近な人は諦めましょう。そして皆さん自身が、目で見ることも手で触れることもですね、お会いすることもないであろう、自分の感知しない範囲の人たちを幸せとか満足を、幸せにしたりとか満足を高めるために、今後一生懸命頑張る。そんな風にシフトしていくと、モチベーションを維持することができる。そんな風に、モチベーションを維持することができるのではないでしょうか。今日はそんなお話をさせていただきました。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。私もですね、そんな風に身近な人にこう言われたいからということで YouTube やってるわけではないので、今自分が言った言葉を、皆さんに偉そうにこんな風に言ってますけど、自分がまずは一番それを実践できるんですね、頑張って引き続きやっていきたいと思います。ということで本日の動画は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。はいはい、ということで
本日も最後まで動画ご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルが役に立ったなって思っていただいた方は、ぜひグッドボタンとですね、それからチャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。で、今後もですね、動画配信していくんですが、動画の他にもですね、コーチング生も募集をしています。興味のある方ですね、コメント欄とか、あるいは、チャンネル概要に載せているツイッターの方に DM を送っていただきましたら、コーチング、パーソナルコーチングですね、受けていただくことができますので、そちらもぜひお試しください。ということで、また次回の動画でもお会いいたしましょう。お待ちしております。さよなら。バイバーイ。